マキシム・ウェーガンは、フランスの軍人。ベルギーのブリュッセルで必着室師として生まれ、実母より世話を頼まれたとされる未亡人の看護師、ビルジニー・セイジットによって育てられた。6歳の時、ベルギー国王レオポルド2世の友人だった裕福な、ユダヤ商人、ダビッド・デレオン後編を、後見人として、フランスのマルセイユで育った。バンブのリセミシュレ。 マルセイユのリセティエール、パリのリセルイコールルイコールグラン、リセアンリーコールキャトルなど数校を経て、1885年、外国籍のマママキシムドニーマルの名前で、サンシール陸軍士官学校に入学し、安南にて訓練を受ける。1887年、序列20位で卒業し、ソミワ騎兵学校に進学。翌年少尉に任官し、第四竜騎兵連隊府。なお、 1888年10月18日に後編の部下の会計士、フランソワ・ジョセフ・ウェーガンと養子縁組し、フランスに帰化した。大正進後、参謀学校への道を選ばず、騎兵学校教官となる。フランス世論で大きな論争となったドレフィス事件では、急進的なハンドレフィス派の立場を取り、1898年には、 彼の対独通帳の証拠列像に関与したとして、逮捕され獄中で自殺したユベール・ジョセフ・アンリ・中佐の遺族を支援している。しかしこの行為は戦争省より政治献金とみなされ、4日間の禁錮処分を受けた。後の対独協力容疑を除けば、これはマキシムが唯一受けた刑罰であった。第一次世界大戦に、 フェルディナン・フォッシュ元水の参謀長として意向を立てた。1920年、ロシア赤軍の反抗にさらされたポーランドに軍事顧問として派遣され、同国の危機を救った。1923年にシリア高等弁務官となる。帰国後の1930年に陸軍参謀総長、翌1931年には陸軍最高司令官に就任した。 陸軍を近代化して、軍事力を向上させようと真摯に努力したが、保守主義者で人の神経を逆なでする性格だったため、左派の政治家と協調できず副官のモーリス・ガムランとも、不仲になった。1935年の退役後は、スエズ運河の管理職ポストに就いた。1939年の第二次、世界大戦勃発と共に、中近東軍総司令官に復帰。 1940年5月、敗色の濃い中で、連合軍総司令官に就任したが、ドイツとの急戦を主張し、同年フィリップ・ペタン対独協力政府の国防相、ついで1941年7月16日に、フランス軍北アフリカ中流軍総司令官権、アルジェリア総督となった。シャルル・ド・ゴールにもドイツにも協力を拒んだため、 1942年からオーストリアのイッター城に抑留され、1945年のイッター城の戦いを経てアメリカ軍に救助された。戦後は対独協力の容疑をかけられたが、1948年に無罪となった。その後は多くの問題を取り上げた書籍や記事を発表した。1931年以来のアカデミーフランセーズ会員で、 フランス陸軍史、カイコロ録などの著書がある。彼の出自については、現在に至るまでフツジロ両国の歴史家たちが、様々な学説を立てている。例えば、フランスのシャルル・フベは、ベルギー国王レオポルド2世と、リトアニア貴族の娘の隠し子であるとの説を挙げた。一方、ベルギーの歴史家で作家のアンドレ・カステロは、レオポルド三世との対談や、当時の書簡によって、 レオポルド一世の第一王女シャルロッテ・フォンベルギエムと男爵アルフレ・ファンデス・ミッセンの子という説を挙げた。また、フランスのジャーナリストのドミニク・パオリは、父はファンデス・ミッセンだが、母はメッテル・ニヒの娘、メラニー・メッテル・ニヒ父であるという説を主張している。いずれにせよ、マキシム本人は生前のコメントを貫いた。バーネット・シンガー、マクシム・ベゴン、 A Biography of the French General in Two w o r 2008, マクファルランド &CEO, ピエール・クイラードレモニュメント・ヘンリーリステ・デ・サウスクリプターズ・クロッセ・メチディクメント・イソランエル、オルドル・アルファベティックエリー・ピエール・ビクター。ストックパリ 1899, チャップ L, アーミーページ 3, ベゴンコピーテに AUQE ドラゴンズ1 con, s,、o n、s u, l, t, a, b, l, e, e n, l, i, g, n, e, s, u, r, l, e, s, i, t, e, g, a, l, l, i, c, a.b, n, f.r, f, f、r、18, リスツパブリーズパールラリブレパローレ。アントレル14デサンブル1898イル15ジャンビエ1899マクシムウルシークレットベゴンドムニックパオリラシーヌコレクションレレシンズデルイストアール2003 ありがとうございます。